はい、お疲れ様でーす。です。はい、今回なんですけども、ちょっとまた新しい変化球を覚えようかな。変化球シリーズ。で、なんと今回は元プロ野球選手に教えてもらおうかな。教えてもらえるの？その方っていうのが元オリックスの川崎さんという方に教えてもらおうと思います。いいんですか？はい、では、はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。まあ、今回はスライダーを教わろうかなということで、まあね、過去にも自分のスライダーとあと翔平さんのスライダーなんか、うんうん、まあ、それとまた種類の違うスライダーいろいろあるからね。はい、それね、それを参考になればなと思います。ではお願いします。お願いします。握りな、はい、ツーシームみたいな握りなんですけど、はい、縦2本あるところに2本乗せてもらって、はい、もう親指はこっちのこの部分にかけ乗せる。あ、なるほど。小指を前にして振り切る。振り切る。あ、もうひねるとかはあんま意識しないで、はい、小指前にしたまま振り切る。これでストレート投げてる。トレー、そうっすね。シャッシャッって感じ。シャッシャッそうですね、感覚的なものがね。チョップですね。あ、チョップ的な。斜めチョップ。斜めチョップ。斜めチョップ。こんな感じでやると、はい、キュッと。キュッと。奥に曲がる。奥に、ああ。ギリギリで曲がるような感じ。バッターが一番嫌で曲げたり、まあ、スピードもそこそこ薄いし、曲がり幅とかは、しないで、はい、奥に奥で、なるほど。じゃあちょっと実践もしてもらって、うんうん、でその後にちょっとそれを私カイトがちょっと挑戦しようかなと思います、うん、ではお願いします。お願いします。あ、おお、鋭い。確かにこの辺からこういう前にしてチョップ、このまま振り切る感じ。チョップ、ボーン。あ、ナイスボー。だから本当早いですね。もう本当ここの寸前で急にグイってくる感じがある。あ、ナイスボー。もう回転数がやばそうですね。あ、ナイスボー。さあ、ナイスボー。ゆるどい。さあ、ナイスボー。今カメラが消えちゃったじゃん。ああ、ナイスボー。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 いや、ほんと鋭い。ほんとに多分もうここら辺だよね、うん、ここら辺からギュンってくる。ストレートの軌道でギュンってくるから、すごい。さあ、ナイスボー。最高です。気持ちもう受けてるこっちが気持ちよかったじゃあちょっと次は自分が投げようかな。カイドウね、はい、行きます。ここで縦に、いや、うい、うい、そこ、あ、そう、いいね。さ、おーし、あ、ナイス、おい、さ、さ、さ、うい、そこ、あ、ナイス、ナイス、さ。いいね、鋭い、鋭い。よし。はい。素晴らしい。はい、ジョージでありがとうございました。ありがとうございました。自分の投げ方とも、翔平さんの投げ方とも違って、うんうん、ストレートに違ったら結構本当すぐ覚えられる感じはあるかな、うん。まとまってたよね、コントロールもね、うん。今投げたやつはどっちかっていうと、はい、大きいっていうよりはストレートに近い。そうですね。小さく投げて左バッターの懐に食い込んだり、右バッターの芯外したり、うん、の役割ですね。本当受けてと思ったけど本当に鋭かった。ギリギリでこうピュンって一気に曲がってくる感じで、うん、なんか回転数もすごいんじゃないかなと。元プロの選手からガチンコで教わるっていうね、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で今回はこのアーデルバッティングドームさんにちょっとお邪魔して、はい、撮らせてもらってるんですけども、はい、アーデルさんで本当に元プロ野球選手のスタッフに教えていただけるということで、川崎さんも実際に生徒さんに教えているという。はい、まあ、幅広く生徒さんもいるそうなので、ぜひね、概要欄にホームページ貼っておくので、はい、そこからチェックお願いします。お願いします。はい、というわけで今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価、そして通知ボタンをぜひお願いします。よろしくお願いします。今週のプレゼントコーナー、どうも。今週のプレゼント、こちらになります。はい、こちらのディマリニのトレーニング用の竹バット、こちらを1名様にプレゼントします。1名様です。ちなみにこちら撮影使用済みになります。はい、応募方法はこちらになります。こちら。はい、そしてこちらのバット欲しいよって方、ぜひコメントに欲しいよってコメントお願いします。お願いします。この後は次回予告出してもらいます。おすしさんお願いします。いや、こういうシーダすんのめちゃ初めてですよ。あー、いいっすね、いいっすね。めっちゃ楽しみ。
ぶっ放してください。川まで行きます。川まで行きます。